食べたいと思います。あ、はい、どうもパンダス業界でございます。というわけで本日はありがとうスガキ屋、ありがとう名古屋、ありがとう台湾ラーメン、はい、もうこれ最後です。まだスーパー売ってたら買いたいな、うん、ライスと一緒にいただきたいなと思っております。ヒント大丈夫ですか？わかんないですよね、ほんとこのカメラ。よし、ありがとう。また買うわ。ほぼ焼きそばで食うたラーメンというね、いただきます。あの調理の方は過去動画見てください。しっかりとやってるのはね、なんとなくで今日はもうやらせていただきました。はい、いただきます。もやしは一玉。これがちょうどいい味付け的にも。うん。一玉で一袋ね。うん、いただきます。まあ、ひき肉炒めるときにね、ごま油入れて、にんにくと、魚の爪に2本入れてます。あとはもう、説明なくてもわかると思います。麺はね、ほぐれるだけなんで、2分ほど茹でてほぐしただけで、フライパンにも混んでおります。うん、ほんとうまい。このもやしとの相性ですよ。一袋、ほんと一袋がちょうどいい。それとライスね、完璧です。もやしとニラとひき肉用意していただきましてね、もしねスーパーで見かけましたら、ほんとやってみていただきたい調理法です。これはラーメンで食うより俺はね、好きですね。まあ投稿してる、こっちの方は完全に投稿してたんでね、今回5袋買ったやつ、まあ、それが説得力だなと思いますけど、本当にうまい。これアマゾンでね、売ってんのは売ってるんですよ、送料無料で。ただね、5パックか6パック入りなんですよ。そこまで空海とそうでもないからね。家族いたらね、毎回に 3袋ぐらい消費するやん、家族用に。でも5袋入り4パックとかでも20回分、まあ、次2、3回やったとしたって、半年、うん、消費するのかかも、ね、4パックで、4袋だもんね、うん、4袋で4パックでね。
世話になっている人にちょっとお裾分けするにもこんなもんやもんな。まあでもお裾分けする程度買ってもいいかもしれんけど。なんでスーパーで売ってへんようになったんやろ。出会いからね、別れまでね、早い飯はね、おいしい、お気に入りのね、飯はね、切ない、うん、だってメーカーっていうか、このスーパーが入れてくれへんかったら、だって買えないもん、ネットとかでないと。でもネットって、ね、ただ5袋入りなりを、4袋の入りなりを、それだけ買うにしたら送料高いしね。もやし1袋つかないもしかしたら味は濃いかもしれません。もやし1袋入ってますんで、普通の1人前よりかはもちろん多くなっちゃうし、ご飯と食べる方ならばノーマルの量の方はね、2人前ぐらいあると思います。我慢で半分にして、この半分にして、もやしも半分にして調理されるか、お二人以上でお食べになればよろしいのではないかなと思います。ありがとう。というわけで、パテモス協会、ついになくなっちゃった変なとこ入った、スガキ屋台湾ラーメンで焼きそば、本当に美味しかったです。ありがとうございます、スガキ屋様、ごちそうさまでした。皆様、週の中日頑張ってください。ほな。